トーストを普段どうやって食べてるかを今日はここで作りたいと思います。披露したいと思います。朝ごはんかな。大体朝ごはんだね私ね、うん、でもねパンはねお昼に食べることが多いの。そう朝は絶対ご飯なの、うん、お昼はパッなんか食パンをトーストして食べるパターンが私は多いです、うん、ではレッツクッキー。はい、私はねこのコーンの缶詰とあとブロッコリーをねちょっと小さめに切って1分ぐらいチンしたらもう十分で、それをマヨネーズで和えてあります。野菜も一緒に取れるからサラダいらずだよ。結構ねコーンもあるからボリュームが出て、うん、1枚食べたらいいかな。ハムとかウインナーなんかを切って乗せても美味しいです。はい、じゃあ、はい、ご飯のお供の明太子をパンにアレンジしてみたいと思います。マヨ明太だよ、うん、これを混ぜるだけ。いい、ね、朝ごはんはねあの時間がないからね、うんうんうん、確かにね、はい、そしてもう美味しそう。ここに乗せるだけなんだ。いい、ね、簡単でしょ、うん、とりあえずこれを後で焼いてまたトッピングします。はいはい、はいはい、では私まず牛乳パックを開いて私はまな板にします。じゃーん、切るでしょ、乾かしてね。これをトマトを切るときは大抵これトを切るんだ。そう、ブロッコリーの新芽、ブロッコリーよりも栄養がたっぷり新芽だからブロッコリーが今高いし、これは価格は変わりません。なのでいつもサラダに入れるのはもうブロッコリーの新芽こうやってなるじゃない、トマトって。だから、まな板を洗うの私は嫌いなので、洗い物はすっごい嫌いなので、もう絶対に紙パックおすすめ。これもスプーンも使わない私。へえ。エコエコ。そう。簡単簡単。でしょ。で、スパイス。そう。これを。うん。これに。うん。ねえ。はい、焼き上がり。これで焼いて食べます。お腹空いてきた。私毎朝これ食べてるんです。ココナッツオイル、これあの脂肪を燃やしてくれるって聞いたからこれはいいと思って毎日ココナッツオイル。私食べたことない。本当、うん、楽しみ。焼いた後にはメープルシロップとシナモンを上にかけるんですね。でシナモンも血管の血管を若返るかな、うん、そういう美容系がよくて、メープルシロップも何だったかな、美容にいいって言って。でもね多分ね食べてみたらびっくり、あっさり。へー、そうちょっと食べてみてね今日。うん、楽しみ。基本生で食べることが多くてあんま焼かないんです。チーズ1枚で、私がいつもよく口にしているミックスナッツ包丁で叩いて、これでチーズのタンパク質 とナッツで食物繊維 と抗酸化作用。焼いちゃうとやっぱりあの、ね、酸化しちゃうので、せっかくの抗酸化作用ナッツの、うん、でブラックペッパーでアクセントつけて、多分リーダーだったらこれマヨネーズ欲しい、欲しいな、絶対欲しいマヨは。でこれをパタンと、あ半分と思いっきりサンドしてほばります。なるほど。私もねリーダーと似てるんですけど、まずマヨネーズを、ちょっと容器が違うよね、容器。そう私も似たらで、キャベツをほんもり、おーほんまに私ね、実家がお好み焼き屋さんだったからどうしても広島焼き風になっちゃって、チーズたっぷり。もったいないね。そうね、だからやっぱり四角い方がいいのかな、チーズこぼれにくいから。もしあれだっけ、もうキャベツとチーズ混ぜちゃってのしてもいいかもね今日。うん、ダブルで、あとはトッピングします、うんうん、あとはねあの私もねスプラウト、あとトマトも飾ります。はい、では以上です。ごめん、ふろさん今欲しいな。彩りのためにこれはかいわれ大根です。グリーンを本当にパラパラして、でこの生の明太子もかけようかなと思って、こんな感じです。あ、美味しそう。はい、私はですねこの上にですねシナモンをたっぷり
かけます。シナモンは取りすぎも良くないみたいなので皆さん規定量をちゃんと守ってくださいね。スイーツだね。はい、そうです。朝からこれとブラックコーヒーを飲みます。で、メープルシロップがそんなに甘くないので意外とあっさり。メープルいいね、大好きメープル。甘いんだけど結構美容系の食材。はい、1000ワットとかだと焦げちゃうので、もうちょっとワット数を落として10分。でも時間なかったら5分ぐらいでも全然いいです。生で叩いてキャベツのしんなり具合的に、最後にマヨネーズとかケチャップとかも本当お好み、何回もかけちゃうんだけど。はい、できました。はい、食べましょう。では、いただきます。はい、どれからいく？なんか違うのから。あ、生いく。生パン。はい、生パン。私ハットチーズ美味しい。あったかいトマト美味しいでしょ。うん、美味しい。美味しいよね。うん、ピザみたいね。あっさり。でも多分、苦手な人でも食べていただきます。リーダーの頃が苦手みたいで、どうなんかいいよね。シチューのもぜひやってみたい。簡単ね。簡単簡単。よかった。サラダ食べなくていい。うん、おいしい。美味しい。自分で作ってみて。あ、どれ。待って待って、初めてとかさ。アクセントはブラックペッパー。めっちゃいいね。意外と被らなかったね。キャベツあんなにのせたのにこんだけになった。そうで、シャンコなるんでしょ。だからいっぱい取れるの。ボリュームが出る。うんうん、ほんと。このトマト甘っ。うん、アンジュちゃんの。あ、そうか。うん、おいしい。ちょうどいいお昼ご飯でございます。いろいろ食べれるし、うん、いいね、これ収録で。いいね、いいですね。お昼ご飯、いや、美味しかったですね。これ美味しかった。ちょうどめっちゃ美味しかった。次何やる？次何食べる？次、たこ焼き、ロシアンたこ焼きにする。もしもめっちゃ美味しいやんね。なんかね、ちょっと考えます。はい、はい、じゃあ行くよ。私たち、アラン・フォー・アイドル、シャイン・フォー・エバー。くれてありがとうございます。ぜひワイワイテレビのチャンネル登録してくださいね。そしていいねボタンも押してね。